千葉県の超高層建築物の一覧は、日本の千葉県にある高さ100メートル以上だが、例が多くなるため敷地を上げているの超高層、建築物の一覧である。幕張新都心の超高層ビル群ユーカリが丘の超高層マンション群千葉県で最も高い構造物は、香取市にある、ワラテレビ中継局の自立式鉄道である。最も高い超高層建築物は、千葉市にある、 アパホテルリゾート、東京米、幕張セントラルタワーであり、ホテル単体としては、日本最高層である。最も高い超高層マンションは、市川市にある愛、リンクタウン市川ザタワーズウエストプレミアレジデンス、である。千葉県の超高層建築物は、都道府県庁所在地である、千葉市と、船橋市、市川市、柏市、浦安市など、 千葉県北西部の人口集中地区や桜市のユーカリが丘周辺などに多く建設されている。特に千葉市の幕張新都心には1990年に竣工した幕張テクノガーデン、1991年に竣工したワールドビジネスガーデンを皮切りにオフィスやホテル用途の超高層ビルが建築されスカイラインを形成した。反例。 イコール同じ高さのため同順位のビル以下は、千葉県で建設中もしくは計画中の高さ100メートル以上の建築物と構築物の一覧である。世界高層ビル協会の基準では、業務や居住などに使用できる、木沢橋の高さの合計がその全体の高さの50%以上であるものを建築物としている。鉄塔や煙突などの構築物はこの基準を満たさない。 ため建築物とは見なされない。四川式のアンテナマスとヤダムなどは自立式構築物ではないので掲載しない。ありがとうございます。